本日の死刑囚、歩行者天国直輸加藤智弘。逮捕のきっかけ、2008年6月8日、秋葉原の歩行者天国に信号無視で侵入、5人の歩行者を跳ねた上、車から降りラバーナイフで周囲の歩行者を殺傷したため、その場で現行犯逮捕されたのだ。この事件での被害は、死亡者7人、負傷者10人。電子掲示板でトラブルを起こした相手、心理的攻撃を加えるためという身勝手な犯行動機。